某私立高校のオカルトクラブに所属する学生3人が旅行に行ったまま消息を絶った。3人のうちの1人、佐藤陽子は消息を絶つ前に自分宛に手紙を送っていた。手紙の中身は数枚の写真が入っているだけだったが、内容が普通の旅行写真ではなかった。古ぼけた館の写真と神話世界のモンスターたちが撮られている写真だった。写真を見た陽子の母親はフリーのオカルト記者新藤和也に娘探しを依頼した。依頼を受けた新藤和也は古ぼけた館の写真を手がかりに現地を探した。そこは南ヨーロッパの田舎町で、写真に写っている古ぼけた館が新藤和也の目の前にあった。えらく静かなところだな。そうね、人の気配もしないわね。この様子だと人が住まなくなってかなり経ってるわ。そうだな。それに建物もかなり古そうだ。彼らは本当にここに来たのかしら。この館の写真が送られてきたことを考えると、彼らがここに来たのは間違いないと思うが、今もこの辺りにいるかどうかだな。そうね。それにあのモンスターの写真も気になるわね。ああ、とりあえず手がかりを探しましょう。
あら、こんなところに人が来るなんて珍しいこともあるのね。何の用なの？ちょっと人探しをしてまして。人探しね。はい、この子たちなんですけど何か知りませんか？この子たちなら知ってるわよ。本当ですか？どんなことでもいいんです、教えてください。教えるのはいいんだけど、私の探し物を一つ見つけてきてくれないかしら？探し物ですか？ええ、このくらいのね、小さな赤石なんだけど、見ればすぐにわかると思うわ。その赤石を探してきてくれれば、この子たちのことを教えてもいいわ。わかりました。じゃあ、明日のこの時間にここで待ってるわ。忘れないでね。なんだか感じの悪い人ね。ああ、しかしこれで彼らの手がかりが得られそうだな。そうね。